真ん中が1144でした。パラメーターにも注目です。はい、それでは参りましょう。野獣と美女 VS ヒュブリスの試合です。ハローファイト。さあヒュブリスが来ましたね、このパラメーター。そうですね、シャープ1で使っていたパラメーターにしました。5-2-1 という、ね、比較的攻撃力があるオーソドックスのアタッカーと4-1-4-1と弾数を一番小さくして、はい、小さくして、その代わりで、チャージが多く相手の、ね、シールドを割れるようなパラメーター、そしてシールドプレイヤーは1-1-4-4、かなり、ね、チャージを多く積んでる。そうですね、チャージ4が2人いるということでかなり壁は割りやすいかなと思います。さあ2対1で、野獣と美女が1点リードですが、硬い5枚のシールドのうち、3枚を使っているような状態。はい、ここはヒュブリスは攻撃するターンですね。これで点は取りたいところです。さあ野獣と美女、そして両、ね、サイドのアタッカーがライフ1枚。そうですね、ここは2人とも野獣と美女はモケ選手と朝内藤選手を避け切りたいところです。さあしかし野獣と美女、ここでさらに、ね、攻めるポジション、前にかなり近いところで両展開。ただ、はい、1点取って1点差になりました。取っていきたいところ、はい、残り20秒、1点負けてて1枚の選手が両チーム1枚処理ついますね。さあここでヒュブリス追いついてくる。残り時間が10秒追い越した。1点リードしてるヒュブリス。さあ逃げ切るのか、さらに追加点、まだ 1点差ですね、1点差縮まらない。さあ取り返せるか、逃げ切りました。4-5でヒュブリスの勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。